切れてる。明日出勤するように言え。くそ、忘れてた。ちょっと待て、あいつは昨日の朝働いた安藤庵に電話しろ。どれどれ、暗号がいるんだな。10億バイトでちょちょいのちょいだ。入った、見てみよう。電話帳に調理法、チキンカネローニ、砂糖漬け生姜入りフルーツサラダ、うまそうだ。ライバックの戦略か。ライバック、そう書いてある。ライバックだ。ケイシー・ライバックのことか。マジかよ。ケイシー・ライバックってのは誰なんだ。海軍特殊部隊で隊長を務めてた男さ。テロ対策のエキスパートだ。俺の教官だった。ナンバーワンの兵士だ。なんだこりゃ、素材リストじゃないな。これはえらいこった。提督、どうした。コックからメッセージが。コック、はい、一刻を争う要件だと言っています。スピーカーに切り替えるんだ。そっちに、ベイツ参謀本部議長って人いるかい。私が提督のベイツだ。あなた宛にファックスが届いてるんです。読みますよ。提督、20名以上で構成された武装集団がデンバーからロサンゼルスに向かう大陸横断特急の乗客を人質にとって列車を乗っ取りました。彼らが装備している機材は高周波対応のサテライト送信装置で、衛星送信装置に備え付けられています。全員だ。見つけたぞ。プロフェッショナル、完全横断特急の正確な位置を終わりだぜ。了解。送り主の名はケイシー・ライバックです。ケイシー・ライバック。ケイシーがその列車に。どうして乗ってるんだ。さっぱり。彼は姪っ子と休暇旅行に出たんです。